フェリー・早友モには、石崎汽船グループの松山、小倉フェリーが運航しているフェリー。早友モ丸の大船としてシンクル島ドック、大性工場で建造され、1987年9月23日に就航した。2009年11月1日、関西汽船の営業譲渡により、フェリー・サンフラワーによる運航となる。2013年4月1日、 フェリーサンフラワーの松山小倉航路撤退により、石崎汽船の完全子会社として設立された松山小倉フェリーへ航路と共に継承される。2019年のドック入り時には、塗色を白地に石崎のロゴが入ったカラーリングに改め一等室の二人、定員化や二等室の一人当たりスペースの拡大を行うリニューアルを実施した。フェリー来る島の同系船である。 石崎汽船グループへ編入された後も、関西汽船時代の緑色の船体塗装を維持していたが、2019年のドック入りで新塗装へ変更された。パブリックスペース教職、物販設備入浴設備娯楽設備2007年2月20日、4時50分、小倉港から松山観光港へ向かっていた元船は、松山観光港へ着岸する際、 左舷線尾が第一岸壁北端20度の角度で衝突した。衝突により、本線は左舷線尾部の外反に亀裂を伴う久保ゾンを生じ、第一岸壁北端の防晶板に殺過症などを生じた。事故原因は繊維の確認が不十分で、第一岸壁に著しく接近したためとされた。ありがとうございます。